思ったはずやです。どうですか皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。さて、今回も不安を軽減する呼吸法3分間一緒にやっていきましょう。真似するところから始めてみてくださいね。大丈夫、きっと気持ちが落ち着きます。やり方はとても簡単で、鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。これを繰り返します。その前に上半身を少しほぐしてから一緒にやりましょう。いきますよ。鼻から息を吸って、ぐーっと両肩を引き上げて、ぐーっと引き上げて、息を吐くと同時にストーンと落とします。こうすることで上半身の力が一気に抜けます。いきますよ。鼻から息を吸って、ぐーっと引き上げて、息を吐くと同時にストーン。もう一度鼻から息を吸って、ぐーっと引き上げて、息を吐くと同時にストンと落とします。もう一度鼻から息を吸って、ぐーっと引き上げて、息を吐くと同時にストンと落とします。そしたら呼吸法3分間一緒にやっていきましょう。鼻から息を吸って、少し止めて、口から息をゆっくりと長く吐きます。繰り返します。鼻から息を吸って、少し止めて、口から息をゆっくりと長く吐きます。繰り返します。鼻から息を吸って、少し止めて、口から息をゆっくりと長く吐きます。繰り返します。鼻から息を吸って、少し止めて、口から息をゆっくりと長く吐きます。もう一度鼻から息を吸って、少し止めて、口から息をゆっくりと長く吐きます。続けます。繰り返し繰り返し、ゆっくりと呼吸を行うことで、少しずつ少しずつ体の力が脱力できて、ゆっくりとリラックスできると思います。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。もう一度鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。最後にもう一度鼻から息を吸って、口から息をゆっくりと長く吐きます。はい、お疲れ様でした。今のリラックスした体の感覚をじっくりと観察して、上半身がほぐれたかな、気持ちがゆっくりになったかな、呼吸がゆっくりになったかなっていう、その感覚をじっくりと観察して、今後その感覚、自分のリラックスした状態をね、再現できるようにちょっとずつ一緒に取り組んでいきましょう。
ではまたね、おちごおちごおちご。メモ帳とか日記帳とかスマホのカレンダーとかに今日やったこと、取り組んだこと、ね、何月何日、ご記法を実践しました。ちょっとリラックスできた。ね、またやろうと思う。みたいな感じのことをちゃんと記録しておいてね、その記録が皆さんの背中をじっくりと後押ししてくるようになりますからね。ではまた、この場所でお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。大丈夫。良くなりますからね。